買ってきましたよ。で、焼きも家帰ってから食べればいいか。まあサンドイッチとも相性いいっしょ。ああ、いいね、いい感じで揃うね。いい立地やね。信号待ちの間についてる目に入るもんな。へえ、まだ奥もあるんやね。もう駅は多分そこら辺のはずねんけど、まあせっかくやし、ちょっと出こうか。こっちはまた別の商店街な。昭和町二丁目商店街。あ、金土村、すげえ。すごい。うわ。一丁商店街。あ、こっちもこっちもね、クマさん。うわ、本当になんか昭和のまんまな感じや。はあ、名古屋さんか。山売り、籠売りやもんな。なんか小さい頃、家の近所にあった小杉スーパーとか思い出すな。あったな、小杉スーパー。あんな感じで籠売りでね。八百屋さん、あ、まあまあまあ、水産とかはいろいろ売ってましたけどね。懐かしいな。青い木とか、青い木って入ってきたかな。こっちの方では、まあまああるのかな。なんだよ、たまりとかね、ライブはよく行くけど、それで一応商店街、端っこにこのフレッシュマーケット青いがあるんや。へえ。待てよ、飲み物買ってとこ。さあ、出てきましたけどね。まあ飲み物は安く売ってましたね。98円で売っとったんで、ペットボトル助かる。で、あとはなんかちょっと惣菜いろいろと売っとったんで、また食べた動画は食べた動画で、せっかくだからショートコンテンツに使おうかな。あ、もうね、一品一品なんか食ったらとりあえず写真撮ってあげときゃいいやっていう案極まりないあれになってます。まあいいよね、なんかそっちの方がめちゃくちゃ再生伸びてるし。駅の出入り口を向こうか。そうか。商店が突っ切ったり。向こうまで行っとってんや。いや、こっち側はこっち側で理由があるんやね。へぇ。たこ焼き、あ、ゆでだこなんや。へぇ。そう。たこって言うとゆでだこのね、イメージが強いであれですけど、案外ゆでだこ使ってるとこって実は少ないんですよね。蒸しだこが多いんですよね。蒸す方のが簡単に調理できるんで、大量に簡単に調理できるんで、茹でるのって大変なんで、今は実は茹でだこってあんまり、一般でよくスーパーとかで売ってるタコはもうほぼほぼ蒸してあるだけらしいですね。へぇ。あ、こっちもたこ焼き。8個350円、安いね、こっち。16時で700件やね。あ、ここか。めちゃくちゃ気づきとってな。どうだ。よいしょ。そうか。よしよしよし。そっか。
テレビと通信か。今日は昭和兄弟。よっしゃ。おっ、どう。やけた。こっちか。なかなかこう。そういう運転しないわ、プロだ。あれ、僕ね。なるほどな。どっちが列車だ？あ、今10月36日です。でも、8分かって。8分かかってはいいですね。7分ぐらいですか。なんかもっと多いのかなと思う。そうかな。手持ってくれば折り返すのかな。表情から先打ってないのかな。この運営だからナンバーの間はめちゃくちゃ混んだんですね。Oh.